はい、ということで皆さんこんばんは、ショータイムです。今回はですね、サムネタイトルでもわかる通り、本日も移籍ニュースについて4つ紹介していきたいと思います。まあね、ここ数日というところ、昨日が J リーグ行われまして、水曜日ですね、まあその後にもいろいろなニュースが出てきましたし、まあ翌日ということで本日もまあ様々な移籍のニュースというところが動いてきましたので、まあそちら含めて今回はですね、4つ紹介させていただきます。このショータイムは普段広島の情報を発信しておりますが、まあ、このような形で、移籍情報であったり戦力分析含めて、さらなるね、J リーグサポーターが楽しめるような動画というところを作っておりますので、ぜひぜひチャンネル登録、高評価忘れずにご協力よろしくお願いいたします。そんな感じで早速喋っていきましょう。はい、ということで早速、一つ目から紹介していきたいと思います。まあ、今回紹介する4つはね、どれも興味深いニュースで、まあ、僕としてもね、触れたかったニュースなんですが、まあ、1つ目は、ひとまずこれから紹介しようかなと思います。J1 の京都サンガ FC が名古屋グランパスに所属する元日本代表、米本選手を期限付き移籍で獲得することが濃厚という形になりました。いやー、こちらもですね、かなりビッグニュースになるであろう。まあ、名古屋にとってもですね、京都サンガ FC にとっても、かなりこの夏の大きい補強になるのかなと思っております。まあ、現在ですね、京都サンガ FC というところは J2 降格圏、というところに沈む京都サンガ FC となっております。まあ、豊富な運動量であったり体重の強さというところはですね、もう J リーグ屈指なものもありますし、まあ、現在33歳のこの米本選手という形になっておりますが、まあ、まだまだ J1 でプレーできるポテンシャルであったりコンディションというのは持っているのかなと思いますので、まあ、この、なんとか後半戦向けて J1 残留を決めたい京都サンガ FC としては、かなり大きい補強になったのではないのかなと思っております。まあ、ましてやですね、まあ、近日中に上げようかなと思っている広島というところもボランチがちょっと足りなくなっていますし、まあ、鹿島アントラーズ佐野選手が移籍することとなれば、まあ、この米本選手であったり、ボランチの、代役獲得の争いっていうのはね、この夏 J1 かなり激しくなってくるのかなというところで、まあ、このね、京都サンガ FC の他に米本選手は複数クラブ、J1 含めて獲得に動いていたっていうのはありましたが、まあ、この決め手となったのが、当時ね、米本選手 FC 東京時代の視点関係にもあって、まあ、今月からですね、京都サンガ FCの GM に、就任をいたしました大熊さん、大熊 GM というところの、まあ、存在が大きかった模様があり、今回の京都サンガ FCへの移籍も決断したとおっしゃっておりました。まあね、もともと獲得に動いていましたブラジル人の、ゼ・マルコスという選手の交渉がまとまらず、まあどうしようかというところでの今回の、選手の獲得になったのかなと思っておりますので、まあちょっとね、守備陣の補強というところで、ボランチの獲得はできましたけど、まあ引き続き、センターバックであったりというところの獲得に、京都サンガ FCとしては動いていくのかなと、個人的には予想しております。まあね、J1 で通算363試合、出場しているこの米本選手ということで、まあ後半戦へ向けて、京都サンガ FC をどのような形で立て直してくれるのか、というところも注目していきたいと思います。まあね、この長谷川健太監督となかなかちょっとうまくいってないのかなというのもありまして、まあ今期の出場機会というところもそうですし、まあかつて FC 東京の時もですね、この長谷川健太監督がやってる時に、米本選手は FC 東京から名古屋に確か移籍したという経緯はありますので、まあなかなかね、この監督と選手っていう難しい、経緯というところはありますが、まあこの米本選手としてはまだまだ33歳ということで、高柄活躍するためにもですね、新天地の京都サンガ FC で頑張っていってほしいのかなと思います。そんな感じで一つ目がですね、京都サンガ FC に所属、京都サンガ FC が名古屋グランパスに所属する米本選手を期限付き移籍で獲得した話について紹介させていただきましょう。はい、ということで続いて2つ目紹介していきたいと思います。横浜 F マリノスはですね、本日吉岡里奈選手が韓国一部のチェジュ FC に期限付き移籍することを正式発表いたしました。まあ移籍の期間というところは今年末までという形になっておりますので、半年の期限付き移籍が決定した模様です。まあ吉岡選手はですね、現在25歳の選手で、この横浜 F マリノスの下部組織を経て2016年に、トップチームデビューというところをトップチームデビューを2018年に果たし、J1 デビューを果たしました。まあその後ですね、なかなか横浜F マリノスでの出場機会を得られず、ベガルタ仙台であったり、FC 町田ゼルビアというところの武者修行を経て、2022年に横浜F マリノスに期限付き移籍から復帰したんですが、まあ昨年今年となかなかね、出場機会というところに恵まれず、まあ結果的にはこの夏のタイミングで吉尾選手は、移籍を決断する形となりました。
まあ、正直ですね、先日西村選手というところがですね、カムバックレンタルバックという形で、横浜 F マリノスに帰ってくることが決まりましたので、まあ、ちょっとねポジション被る部分もありますし、まあ、後半戦 ACL がね、もう横浜 F マリノス終わっておりますので、まあ、そういうことを考えると数少ない公式戦の中で、まあ、前半戦でもなかなか出場機会を得られなかったことを考えると、まあ、新天地でというところでですね、今回の決断に至ったのかなと思いますし、まあ、まだまだ25歳の選手ということで、ここからね、より成長を遂げてくれば、まあ、将来のマリノスの中心人物として、活躍できるポテンシャルは数多く秘めている選手なのかなと思いますので、まあ、ここからの活躍期待していきたいと思います。まあ、マリノスとしてもですね、後半戦向けてというところで、昨日もアビスパ福岡に負けてしまったりと、なかなか、まあ、優勝争いに食い込みきれてない、前半戦になりましたので、まあ、この後半戦向けていろんな選手変わってくると思いますが、またチーム一丸となってですね、優勝争い最後絡んでいけるような形で頑張っていってほしいのかなと思います。そんな感じでちょっと短くなりましたが、二つ目が横浜 F マリノスに所属する、吉岡への選手が韓国一部のチェジ FC へ期限付きに移籍する話について紹介させていただきました。はい、ということで続いて3つ目の移籍情報について紹介していきたいと思います。まあ、こちらもですね、かなり興味深いニュースとなりました。現在 J1 の最下位に沈んでおります北海道コンサドーレ札幌が、ポーランド一部の、ウッチというクラブからですね、センターフォワードのサンチェス選手を獲得することが濃厚という形になりました。いやー、こちらはですね、もう後半戦向けて本気の獲得に動いたなというのは、この北海道コンサドーレ札幌で、結果的に獲得が有力という形になっておりますので、まあおそらく数日中に、公式発表がされるのかなと思っております。まあここですね、J1 同じクラブの争奪戦が行われておりまして、ベイシセル神戸との争奪戦を制し、獲得に至るという経緯がありますので、まあ、ヴィッセル神戸との争奪戦に勝ったっていうのは素晴らしいなというところもありますし、またヴィッセル神戸が、まあ、このセンターフォワードの獲得に動いているっていうのもちょっとびっくりしましたね。はい、かなり、まあ、層の厚さ的には J1 トップクラスのヴィッセル神戸ですので、まあ、他の、まあ、今回ね、この30選手を獲得できなかったことによって他の選手の獲得に動いているのかというところを含めて、まあ、ちょっと気になる部分なので、そこはね、また追って紹介できればいいのかなと思っております。まあ、ちょっと話戻りまして、今回の北海道コンサドーレ札幌が獲得濃厚のサンチェス選手の話をさせていただきます。サンチェス選手、現在29歳の選手で、190センチの右利きのストライカーの選手となっております。まあ、かつてはですね、バルセロナの下部組織出身の選手でもあり、ですが、まあ、下部組織からトップ昇格することができず、まあ、バレンシアであったり、スペイン国内の複数クラブでプレーをして、2022年のですね、夏に、スペイン2部のアルバセテというクラブから、まあ、現在所属しております、ポーランド1部のウッチというクラブに移籍をしました。まあ、移籍後はですね、加入1年目からレギュラーに定着をしまして、2023年シーズンというところも、まあ、34試合中、25試合にスタメン、そして25試合で8ゴール5アシストを挙げるなど、まあね、しっかりと、絶対的ストライカーとして、得点であったり、まあアシストも結果を残してきたという選手となっております。まあですがね、結果を残してはいるものの、チームというところは優勝クラブ、まあ首位からですね、勝ち点17差離れた9位に、まあ今シーズン終わってしまったということで、ウッチ選手としても新天地の移動というところを望んだのかなと思っております。またですね、札幌に移籍することとなれば、現在所属するウッチというクラブのね、もらっているサラリーよりも、4倍の年俸をこの北海道コンサドーレ札幌から受け取ることになるという情報も入っておりますので、まあ、ちょっとね、どれだけお金を積んだのかというのも気になりますが、まあ、ひとまず、まあ、この金銭面含めて札幌が優位に立っているという状況になっております。まあ、ひとまずですね、ちょっとプレーだったりっていうところも僕自身もまだ把握しきれていないので、どういうプレーをするのであったり、まあ、わからない部分は多いですが、まあ、ひとまず正式発表次第、この、ね、日本で見れることを期待していきたいと思いますし、まあ、190センチの大型ストライカーということで、まあ、なかなかね、前半戦、得点だったり、まあ、勝ち点もそうですけど、含めて、数多く取ることができなかった北海道コンサドーレ札幌。まあね、本当に、後半戦向けて、もう後がない状況ですので、まあこのストライカーを加えた中で他の獲得に動いているという情報もありますが、まあひとまず、後半戦の反撃というところも期待して見ていきたいなと思いました。ということでですね、3つ目が北海道コンサドーレ札幌が外国から190センチストライカーサンチェス選手を獲得するんではないかという情報について、大まかな情報を紹介させていただきました。
またね、このサンチェス選手の話であったり動画というところを含めて、情報を持っている方がいましたら、ぜひぜひコメント欄で教えていただけたらなと思います。ということで、続いての移籍のお話、紹介していきたいと思います。はい、ということでこの動画ラストの最後ですね、4つ目移籍情報を喋っていきたいと思います。浦和レッズに所属しますミッドフィルダー、岩尾選手が J2 の徳島ヴォルティスに移籍することが濃厚という形になりました。いやー、これは正直、この夏最大と言ってもいい、衝撃のニュースになったと思います。僕としてもこのニュースを見たとき正直目を疑いましたし、本当に今年、今日の記事なのかというぐらい、目を疑ったニュースとなりましたが、結果的には、このニュースは移籍が濃厚という形になっております。この岩尾選手はですね、2022年に徳島ヴォルティスから、この J1 の浦和レッズに加入をいたしました。まあね、もう皆さんもご存知の通り、現在36歳の選手で、本当に頭脳派として、もともとですね、浦和レッズリカルド・ロドリゲス監督が、この浦和レッズに連れてきたという経緯ではあるんですが、まあその後のスコルジャ監督であったり、まあ今現在監督を務めているヘグモ監督というところからも大きな、信頼を得ているミッドフィルダーの選手となっております。まあ今期からですね、浦和レッズの6番を、継承いたしまして、まあ当時ね、今期の初めというところは足の負傷で出遅れましたけど、まあ直近4試合は先発であったりと、しっかりと監督の信頼も得ながら、スタメン復帰というところを果たしている岩尾選手となっております。まあ、この夏ね、もし、この岩尾選手が退団することとなれば、まあ、酒井選手であったり、まあ、ショルツ選手も決定的という情報も出ておりますので、まあ、この中盤の岩尾選手というところもですね、チームを張られることになると、まあ、後半戦向けて優勝争いしていくという上ではですね、かなり大打撃な、このレッズの放出になってしまうのかなと思います。またね、この酒井選手だったり、ショルツ選手含めての移籍を使って、どのような、この夏動きをしてくるのかというのも注目な部分ではありますが、ちょっと気になる点になりましたし、僕としてはかなり不可解な移籍となっております。はい、逆にですね、移籍することとなる徳島ヴォルティスとしては、本当に J2 の戦っていく上で間違いなく戦力となる、そして、中心人物となる選手が加入してくれる、復帰してくれることとなりますので、まあ後半戦の戦いへ向けてより、ブーストがかかる補強になるのかなと思っております。まあ、ひとまず正式発表というところをちょっと追っていきたいと思いますが、まあ、この記事の出方的に、ほぼ決定的な状況なのかなと思いますし、僕としては、まあ、J1 で見れることになるのは悲しいですけど、J2 でまた徳島ヴォルティスを引っ張っていく存在になっていってほしいのかなと思います。そんな感じですね、今回4つ目として、浦和レッズに所属します岩尾選手が J2 の徳島ヴォルティスに移籍するという情報が出ましたので、そちらについて触れさせていただきました。はい、ということですね、今回は冒頭にも言いました通り、4つの移籍情報について、まだね、正式発表というところはどれも出ておりませんが、まあ今出ている情報であったり、僕としての感想というところを紹介させていただきました。まあね、この夏現段階でも浦和レッズの移籍の話はかなり出て盛り上がってきていますので、まあそこの、放出の部分であったり、加入の部分、逆にね、そういうところを含めて注目していきたい部分でもありますし、まあここからですね、また連戦が終わって、7月の明け上旬に、移籍チケバーが開けば、またより、密度の濃い移籍というところが出てくるのかなと思いますので、まあ、ひとまず、こんな感じの4つ紹介させていただきました。またね、気になる移籍ニュースなどがあれば、こちらのコメント欄に書いていただいて、まあ、取り上げてほしいよなど、ぜひぜひどんどん書いていただければなと思います。ということですね。今日もお疲れ様でした。この方がいいなと思いましたら、チャンネル登録、高評価、ご協力よろしくお願いいたします。いや、そうですね、本当に、ここから、まだまだ盛り上がっていく移籍市場だと思いますし、僕としても広島の情報というところが、まあ、気になる、この近日になっておりますが、まあね、週末というところもまた試合ありますし、明日も川崎戦で向けて生放送もしていきたいと思いますので、そちら含めて注目して見ていただけたらなと思います。ということですね、また次回の動画でお会いしましょう。今日もお会いしましょう。ではまた。